皆さんこんにちは、クリアアドベンチャース代表の栗山です。本日はこれ、ヘリノックスというメーカーさんの LPB120 というトレッキングポールを、紹介させていただきたいと思います。なんでこれ、まあ新調したんですけど、なんでこれ買ったのというお話をしますと、一般的なトレッキングポールですね、これあのブラックダイヤモンドの、トレイルショックコンパクトという、多分日本で一番売れているトレッキングポールで最も標準的な、まあ、信頼のおけるトレッキングポールなんですが、例えばこれと比較したときに長さがだいたい10センチちょっと短いんですね。この10センチちょっと短いということがとても重要です。なんでかっていうと、まあバックパック、あのトレッキングポール使わないときってこうバックパックの脇につけておく場合が多いと思うんですけど、こうやってバックパックの脇に固定しておくと雨蓋よりですね、結構頭がこうやって出ちゃうんですよ。こう雨蓋のてっぺんよりも頭が結構出ちゃうんです。そうするとヤブっぽいとこ歩くときにこれが結構枝とかに引っかかって邪魔なんです。なんですが10センチほど短いことによって、トレッキングポールは見えますかね、これこの雨蓋の上よりもトレッキングポールが出てかないです。雨蓋の一番高いところよりも低い位置にトレッキングポールの末端が来ることなんですね。例えばこの末端、雨蓋の中にそれこそ挟んでもしまえでもすればですね、全く枝が引っかかることがないという便利な状態になります。トレッキングポールが10センチ短くなることによって、バックパックの脇につけといても邪魔になりにくくなるんです。これは非常に大きなポイントですね。でそれに加えてこのトレッキングポール何がいいのっていうと、普通まあいろんなタイプのトレッキングポールありますけど、こう一段伸ばして数字見て合わせて、もう一段伸ばして数字見て合わせてっていうような形でセットする必要性がありますが、このトレッキングポールただ引っ張るだけで長さが下すべてでカチッと出すことができるんですね。これに合わせて一箇所だけ数字を合わせてあげれば長さのセットができるということになります。またしまうときはただバーを上げて簡単にしまうことができます。もう一度できますね。伸ばします。伸ばして数字合わせてセットする。閉じるときは簡単に閉じることができるというトレッキングポールになります。ヘリノックス LBB120 いいんじゃないかななんていうふうに思って今日は紹介させていただきました。以上、トレッキングポール新しく買い直しちゃったよというお話でした。クリアアドベンチャースでは YouTube のチャンネル登録をお願いしております。この動画を見てなるほどそれはなかなか便利そうじゃねえかなんて思っていただいた方はぜひ YouTube のチャンネル登録もお願いいたします。